あ、今日はバイキンマンもいないし街は平和だな。アンパンマン、新しい顔じゃ。新しい顔を作ってきたよ。あれ、ジャムおじさんどうしたの？僕の顔ピンピンしてるし、新しい顔は必要ないよ。あれ、そうじゃったかな。バタコがアンパンマンの顔が必要って言ってたから作ってきたのにな。それは昨日の分だよ。あれ、じゃあこのアンパンマンの顔余っちゃったな、どうしようかな。ここに置いておくね。アンパンマン、新しい顔じゃ。おー、ジャムおじさん、アンパンマンの顔ならもう余ってるから必要ないよ。アンパンマンの顔こんなに綺麗に焼けたのに、余ったアンパンマンの顔どうしよう。冷蔵庫の中に入れておこうかな。あ、冷蔵庫に入れたわしのプリン見つかっちゃうよ。待って。あー、僕たち二人きりになっちゃったね。そうだね。でもいいな、君はこんな立派な体があって。あ、そうだよね、君体がないよね。あ、そうだ、じゃあ僕が体作ってあげるよ。え、本当にいいの？いいよいいよ、僕体作るのうまいんだ。じゃあお願いしようかな。それじゃあ今日はこのアンパンマンの顔のために体を作ってあげよう。まずはこの粘土で胴体を作ってあげよう。よーし、できたよ。僕の体よりかっこいいんじゃないこれ。アンパンマン、うわー、なんて素敵な体なんだ。ありがとうアンパンマン。じゃあ早速僕合体してみるね。てってれー、うわー、ぴったりだよ。こんな体作ってくれてありがとうアンパンマン。うわ、お客様すごいお似合いですよ。これ残り1点なんですよね。あら、そうなの？じゃあこれもらおうかしら。お買い上げありがとうございます。あの、この近くに体をすごく作るのがうまいアンパンマンがいるって聞いたんですけど、新しいお客さんが来ちゃった。私も作ってほしいな。私も作って、私も作ってほしいです。体作ってくれるの？ うわ、いっぱい来ちゃった。こんなにいっぱい体作れないよって。カレーパンマン、体あるじゃないか。もうこれからすごく忙しくなるよ。うわーい、バイバーイ。あ、待って。